新古典主義は、18世紀中頃から19世紀初頭に、かけて、西洋で建築、絵画、彫刻など美術分野で、支配的となった、芸術主張を指す。それまでの装飾的、官能的なバロック、ロココの流行に対する反発を背景により、格好とした、早朝な様式を求めて、古典古代、とりわけギリシアの芸術が模範とされた。 18世紀後期にはこの様式を記述するために用いられたのは真の様式であり、いかなる意味でも偶有的であるとは見なされていなかったが、その一方で流入する文化に対する反応や異国情緒の現れのような変質は、ロココのあの数々の局面の一つであったと評される。音楽については、第一次、第二次大戦間に、ストラィンスキーやフランスの 六人組が中心になって採用した音楽全体のスタイルを指す。十八世紀前半に発掘されたヘルクラネウムとポンペイの遺跡は当時の西洋人の古代への関心を高めることとなった。この頃美術評論家ヨ派がギリシア賛美の評論を書き各国に影響を与えた。これらが新古典主義の背景になっている。それまでのロココ美術が あまりに甘美な装飾様式で、絵画等の題材が、貴族主義的、大敗的と揶揄され、ギリシアローマの古典様式を模範とし、当時なりに解釈し、洗練させた芸術様式が生まれた。形式的な美、写実性を重視しており、その成り立ちから、新古典主義と呼ばれる。新古典主義は、フランスのアカデミーの主流になっていった。フランス革命、 ナポレオン・ボナパルトの登場によって古典の英雄主義的な主題はさらに好まれるようになった。第一定世紀の様式は定政様式とも呼ばれる。新古典主義の主な画家としてはダビッド、アングル、ジェラール、グロ等が挙げられる。ロココ様式のカビで表層的な表現やイリュージョニズムに熱狂するバロック様式へのアンチテーゼとして デッサンと形を重視し、理性を通じた普遍的価値の表現を理想とした。19世紀に入り、より感性的、情熱的で表現者自身の感覚を重視する、ロマン主義が台頭し、新古典主義とは、真っ向から対峙することとなる。新古典主義の巨匠アングルと、ロマン派の巨匠、ドラクロワの対立は有名だが、これは17世紀の、 素描のプッサン派と色彩のルーベンス派の論争に類似している。この絵画の造形上の対立は、さらには古代ギリシャに実在したと伝えられる二人の画家、アペレスとゼウクシスの対比に遡ることもできる。つまり、線の連続性や調和を重視し色を輪郭に即して、用いる態度、色の効果を重視し色ムラによって、形態を描き出す態度の相違は、 絵画の誕生と、ほぼ同時に存在していたと言えるほどに、根源的なものなのである。そして連綿と続く、この対立はアングルが指摘したように、色彩が優位を保つには手数が少なく素早い、制作であることが不可欠であり、卓越した、形態表現に必要な会長、バルールの徹底的な研究と、絢爛たる色彩が両立しないことが、根底的な理由である。 主要な作品イタリアのカノーバが古代の理想を受け継いだ作品を残し、ナポレオンの依頼で皇帝像も制作している。イギリスのウェジ・ジウッドはジャスパーウェアをはじめとする石器に古代ギリシャ、エトルリア、ローマ、エジプトの陶器の形状、衣装を取り入れ一線を風靡した。この傾向はマイセンなど大陸所洋にも大きく影響を与えた。上記の時期に限定されず、 新古典主義という用語が用いられることがある。ありがとうございます。